皆さんこんにちは。放射線や除染についてウェブで講義をさせていただいている大地と申します。今日も一緒に勉強していきましょう。今日のテーマは仮置き場の管理についてその2です。早速始めていきましょう。先生、こんにちは。近くに来たので寄ってみました。車の修理ですか？そうですね。定期的な点検をしていたところでした。この車もだいぶ古くなってきましたからね。そういえば以前に仮置き場の管理についてお話ししましたが、具体的な点検などの方法についてはまだ説明していませんでした。これが終わったら少しお話ししますか？いいですね。ぜひお聞かせください。さて、仮置き場の管理のお話でした。仮置き場では普段どんな管理をしていると思いますか？そうですね。やっぱり見回りとかでしょうか。異常の有無を確認しているようなイメージがあります。それも大切な管理方法の一つですね。基本的には週に1回は仮置き場に行って、シートに破れなどがないか、フェンスに異常がないか、場内に水による大きな浸食がないかなどの点を点検しています。次に空間占領率の測定です。これは仮置き場とその他との敷地の境界にある決まった地点で行っていて、基本的には週1回、前回の数値との比較などにより異常な数値の上昇などがないか確認しています。そして測定した結果は仮置き場の入り口などに掲示して、どの程度の空間占領率なのか周囲に情報提供するようにしています。次に収水タンクの水位の確認などです。別の動画で解説しましたが、仮置き場には保管容器がある山の中の水を回収するためのタンクが設置されている場合があります。点検の際には、このタンクの水位を確認したり、タンクに溜まった浸出水を採取して、その放射能濃度を測定したりして、異常の有無を確認しています。そして、次が地下水の放射能濃度の測定です。こちらも、定期的に測定して、地下水に放射性物質が入り込んでいないかどうか確認しています。それから環境整備です。これは例えば定期的に草刈りを行うことなどにより、仮置き場の中の環境の整備を行っています。そうですか。思っていたよりは様々な方法で管理しているという印象です。これだけ対策していれば十分ですか？今お話ししたのは平常時の点検などのお話です。これ以外にも緊急時の点検を行っていますので、そのお話をします。仮置き場は屋外にありますので、いろいろな自然災害などの影響を受けることもあります。例えばこのような大雨による土壌の浸食や洪水の影響を、冬季には地域によっては豪雪によりその重みなどの影響を受ける場合もあります。また、近年は大きな台風が日本にやってくる回数も増えており、強風によりシートなどが影響を受けないか事前の準備をし、また事後の点検をする必要もあります。さらには、2011年の東日本大震災の後、時間の経過とともに回数は減少傾向にありますが、比較的大きな地震が発生することもあり、その影響がないか発生後に確認しています。なるほど。構造上の工夫と通常時や非常時の対応によって安全に管理しているということですね。そうですね。その通りですが、どんなに対策を講じても自然災害の影響を受ける場合もあります。その都度工夫して改善していくことが必要ですね。また、
仮置き場はあくまで一時的な保管場所ですので、次のステップについては、また別の動画で解説したいと思います。それでは、今日のポイントです。今日は、特に除染事業で使用する仮置き場、その中でも、仮置き場の点検などの管理方法に着目してお話ししました。具体的には、平常時には、目視による点検、空間占領率の測定、取水タンクの水位や、水の放射能濃度の測定、地下水の放射能濃度の測定、環境整備を例として説明しました。また、豪雨、豪雪、台風などの強風、地震などの緊急時には、作業員の安全性に配慮しながら、仮置き場に異常がないか、事前の準備や事後の点検を行っています。今日の講義はここまでにしたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。本チャンネルでは、放射線や除染などに関して、皆さんの役に立つ情報を配信していきます。よろしければ、チャンネル登録、いいねボタンなど、よろしくお願いいたします。